私たちは生ままれつき罪人でああると聖書に記してありますその言葉に同意しまたそれを自覚している人は世界に果たしてどれほどいるでしょうか。前回「荒れた畑に種をまく生き方」というお話の中で私たち罪人は生まれつき自我の種が 植えられた畑のような状態であるということをお話しさせていただきました。それはすなわち自我を持った両親から子供が生まれることによって子供もまた自我という罪を犯す性質を遺伝的に受け継いでしまうことを意味しています。そしてまたその子供の自我を助長する機会が 親の不完全な教育によりたびたび与えられさらに世の中に潜むありとあらゆる罪の誘惑に本人自ら応じることによって多種多様な自我の種が長い人生の間中ことさらに植え続けられその悪影響によって罪人はいつまでも罪の問題が解決せずに 結果的に罪の奴隷となっているという現状があります。しかし聖書は罪人が罪の奴隷という状態に陥っていてもそこから助け出されて自由の身となる方法を提示しています。その方法とは最終的な自我の問題の解決法としてキリストの十字架の犠牲の功績によって 神に属する愛の種がもう一度人間の畑にまかれるという方法になります。これは神のご品性が罪人のうちに回復されるという神の契約になります。アダムの堕落の結果として男女は死すべきものとなり死の支配下に入りました。そして彼らの子孫は 遺伝的に不従順という傾向を持って生まれました。人類はただキリストを通してのみ罪から自由にされ、神のご品性が彼らのうちに回復され、神の見舞いにもともとの地位を得ることができます。この約束こそ絶望的な負の連鎖を断ち切る神との契約です。 今回はこの神との契約の実例を聖女の儀式と祭祀の働きを通してさらに深く考えてみたいと思います。新約聖書の「テトスの手紙」3章にはこの希望の約束の実例が記してあります私たちも以前には無分別で不従順な 迷っていたものであってさまざまな情欲と快楽との奴隷になり悪意と妬みとで日を過ごし人に憎まれ互いに憎み合っていた罪人がどのような状態から回復の大事業に着手したかがここに記されてあります私たちもとあるように キリスト時代の初代教会を構成する熱心なクリスチャンたちも私たちと同じ神聖の欠陥を持った状態からスタートしていることがわかりますしかしそのような罪の奴隷の人生に大きな転換期が生じました彼らはキリストとの出会いを経験したのですところが 私たちの救い主なる神の慈悲と博愛とが現れた時私たちの行った義の技によってではなく再生の洗いを受け精霊により新たにされて私たちは救われたのである彼らは自分たちの本当の罪深い状態を自覚し罪の奴隷となっていた時 救いの神であるイエス・キリストと出会ったのです。そして罪の奴隷から解放してくださるキリストの十字架の本当の意味を頭ではなく体験的に知ったのでした。それはキリストを裏切った弟子たちの新しい伝道者としての再出発の証や迫害者サウロが 違法人伝道者パウロとして新しい人生を得た証の中に見られる神のご性質、すなわち決して罪人をお見捨てになられない救いの神との出会いでした。そしてその証がまさに彼ら自身にも及んだ時、神の慈悲と迫愛とが現れたということを理解することができたのでした。 このように神が罪人と関わってくださる理由はただ一つです。それは罪の奴隷として永遠に失われる最悪の運命から罪人を解放して永遠の救いに招き入れる救いという最高の目標を達成するために神ご自身のご品性の全てを 投入しておらられるからですそれはすなわち救いのためには神ご自身の命すら犠牲にするという愛と恵みのご品性を余すところなく注ぎ込んでおられるのです。この驚くべき神のご性質は毎日行われていた聖女の儀式の中でも 明らかにされています在祭という悔い改めと許しの儀式は神の愛と恵みのご性質によってのみ成り立つ罪の責任の交換作用が見られます。それは犠牲の動物に自分の犯した罪の事実を移してその代わりに 動物が罪を犯さなかった事実を移されるという罪のの責任の交換作用です神が定められたこの正当的な責任転嫁の方法によってのみ罪人はさも罪を犯していないように神様から見なしていただけるのです。そしてこのこのとにより 罪を犯した本人は罪を許されてその身代わりとして犠牲の動物が死をもって罰せられるのでしたこの罪の責任の交換作用によってさも罪を犯していないように見なしていただけることを「義人」と言いますこの「義人は」は罪人が「 神の許しの唯一の方法を信じる信仰によってのみその効力を発揮し神の愛と恵みのうちに成立します。これが悔い改めを喜んでお受け入れになられる神の共感すべき罪人の救いの方法なのです。それゆえ 私たちの行った義の技によってではなくという行いによる義の功績に全く価値を見出さないただ神の恵みによりすがる信仰による義がテトス三章には見られるのですこの信仰による義が罪人の罪から回復させる神の契約のもっと 最も重要なな土台となっておりそれが聖女の儀式の中の最も重要な土台としても表されていたのです。そしてこの神の契約の招きに応じるものすなわち聖女の儀式に信仰を持って参加する者にはテトス3章の4節から5節に記されていたように さらに再生の洗いを受けるという今までの罪深い人生からの一大変化の経験が精霊によって与えられるのでしたこれをさらに聖女の儀式から詳しく見てみましょう聖女の財祭の儀式に毎日参加する者にはある概念が湧き起こるのでしたそれは 罪の身代わりの動物の血が日常的に流される必要があるという罪の責任の交換作用に全く依存しながら存在している今の自分の現状から何とか抜け出したいという概念です。こののののの概念は毎日自分の一つの罪のせせいいで動物にその責任を移させてもらい その刑罰として自分の手で動物を殺す儀式を体験するときその犠牲の苦しむ姿を申し訳ない気持ちと自分自身に対する情けない気持ちで見るところから湧き起こるものですがそのような状態から抜け出したいと思うのは罪の奴隷から解放されたいと願う気持ちと同じ精神になります そしてここでこの罪人の罪の問題の解決のために日々聖女で奉仕している祭子の存在が罪の問題解決のために非常に重要となります。実は祭子は外庭の罪の責任の交換作用である犠牲制度のための奉仕以外にも 聖ののの第一の部屋の中で常に奉仕をしていますそれは食材の油を毎日補充したり講談のお香を常に整えたりまた安息日ごとにパンの机の上に置いてあるパンを交換したりして聖女がイスラエルの民の中においてある重大な役割を十分に果たすことができるように 常に働きかけているのです。この聖女の重大な役割とは何でしょうかそれは神が実際に聖女の中にご臨在されることによってイスラエルの民が罪に勝利する経験に預かる助けを与えてくださるということを教えさらにそれを一人一人に実現する という役割です言い換えればイスラエルの民のど真ん中に聖女がありそこに神がお住まいになることによってイスラエルの民の心には救いの神の御臨在と中歩者である祭祀の働きが常に思い起こされるのでしたこの2つの存在こそ私たちの救いのために神がご用意されておられる。 最も強力な助けとなる手段なのです。同様に救いの神の御臨在について私たちはどのようにそれを感じることができるでしょうか。それは心の中に与えられる精霊の内獣を通してそれを感じることができるのです。ところで皆さんは キリストの時代の弟子たちがキリストと共に生活し、その御言葉にいつでも触れられるという非常に恵まれた環境にいたことを羨ましく思ったことはありませんか彼らの隣にはいつもキリストがおられました。しかし彼らはキリストを裏切りました。なぜそうなったのでしょうかそれは 彼らにとってキリストは救いの神ではなくローマ帝国から自分たちを解放するイスラエルの王だったからですもし彼らがキリストをご自分の命を懸けて罪から人類を救い出される救いの神であると理解していたなら彼らはキリストを知らないなどとは言わなかったはずです しかし弟子たちはキリストの復活後にこの救いの神と出会いました。彼らにとってはここからが本当のクリスチャンライフの始まりだったのです。そして彼らの人生は復活のキリストと過ごした40日間とキリスト昇天後に心を探る10日間の準備期間を経て ペンテコステの精霊効果によって一変しました。そしてこの初代教会のクリスチャンたちの人生を一変した同じ精霊がさらに私たちの人生をも一変させるのです。精霊は私たちの救い主イエス・キリストを通して私たちの上に豊かに注がれた。これは 私たちがキリストの恵みによって義とされ永遠の命を望むことによって御国を継ぐものとなるためであるこのように精霊は私たちの心に救いの神の御臨在を実現するために内住してくださるのですつまり大祭司キリストは 天の聖女での取りなしによって私たちに聖霊を送られ、キリストが地上で弟子たちとおられた時よりももっと恵まれた環境を私たちに提供してくださるのです。なぜなら私たちの心の中に直接聖霊が注がれて世の終わりに至るまで 私たちと共にいてくださるからです。このお働きを開始するために、キリストは復活後に天の聖女に入られたのでした。しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の駅になるのだ。私が去っていかなければ、 あなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。さらに、モーセの時代の祭司の働きについて考えてみましょう。先に触れましたが、祭司は毎日、聖女の第一の部屋の中でも、三つの祭具に 関わる奉仕をしていました。まず、食台ですが、聖女の中を明るく照らすためには、この食台が必要でした。これは、私たちの人生を明るく照らす良き行い、すなわち、善行を表していました。そして、食台に光を灯すためには、油が必要であったように、 私たちが善行をなすためには、精霊の感化力、すなわち神に属する愛が必要となるのです。この神に属する愛が精霊の感化を通して心に与えられるとき、私たちは世の光として、諸大の役割を果たすことができるようになります。そしてその影響力は、 神を知らない人たちに対して神の栄光を証しすることになるのです。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父をあがめるようにしなさい。次に聖女の第一の部屋にある 講壇での祭祀の働きについて考えてみましょう。講壇でたかれるお香は特別な材料で作られています。そしてその煙にはキリストの義の功績が含まれていると言われています。この講壇のお香を整えることによってそのキリストの義を象徴するお香の煙は あえまなく立ち上るのでしたこの講団の前で祭司は鳥なしの祈りを死生所におられる神に捧げていましたこの第一の部屋と死聖所には「とばり」というカーテンのような仕切りがあって隔ててありましたしかしこの講団の煙だけはとばりの上にある隙間から 隣の部屋である死生所に入っていくことができました。それはつまり、キリストの義の煙が混ぜられた祈りだけが神の身元に届くことを表していたのです。逆を言えば、私たちの祈りはキリストの義の煙と混ぜ合わさなければ、決して神には届かないということです。 これは罪が神と私たちを隔てていることを表しています。それゆえ、このお香で象徴されたキリストの義の功績を神に対する祈りに混ぜ合わせる必要性を言い表すために、私たちの祈りの最後には、イエスキリストのお名前を通してという言葉を添える必要があるのです。 さらに聖女の第一の部屋にあるパンが備えられていた机について妻子はどのような働きをしていたのでしょうかモーセの時代イスラエルの民はマナという天から与えられたパンによって養われていましたこれは神が私たちの命を保つためにご用意してくださる 神の賜物の存在を教えるためのものでした。しかし彼らはそのマナに対して不満の精神を表しました。それゆえ彼らはマナの教訓から学ぶことができず結果的に命のパンであられたイエス・キリストを拒んだのでした。私は命のパンである。あなた方の先祖は あらのでマナーを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。 マナの教訓とは何でしょうかそれは天から与えられた命のパンであるイエス・キリストの御言葉を表していましたこの御言葉によって私たちの霊的な部分は養われます御言葉は霊の糧とも言われていますさらに祭司は第一の部屋の中に置いてある机のパンを 安息日ごとに新しく交換していました。これは安息日ごとに神を礼拝する中で与えられた御言葉によって次の安息日に至るまでの一週間分の霊的な力を得ることができることを表していました。このようにモーセの時代のイスラエルの民が罪に勝利する経験に預かるために 与えられた聖女の役割である救いの神の御臨在と中歩者である祭司の働きは現在の私たちのクリスチャンライフをサポートするために今もなお愛祭司イエス・キリストの取りなしによって天の聖女から与えられているのですこれらの聖女の教えを実際に 体験したものはテトス三章の5節に表されている再生の洗いを受け精霊により新たにされる体験に預かるものとなるのですそしてその体験の証しを携えて神の契約がいかに素晴らしいものであるのかを人々に伝えることを神は望んでおられるのです この言葉は確実である。私はあなたがそれらのことを主張するのを願っている。それは神を信じている者たちが努めて良い技を励むことを心がけるようになるためである。これは良いことであって人々の駅となる。この証を伝えるために神は私たちの心に 精霊を通してご臨在され、世の終わりに至るまで共におられるのです。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ、見よ。私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。つまり、救いの神との出会いを通して、 神の契約を結んだとき、精霊によって人生が一変したこと、この経験を通して神との契約の効力が実際に自分の身に及んだこと、そしてこの契約条件を今でも守れるように神が助けてくださっておられることなど、私たちの生きた証を人々に伝えることによって それを聞いて信じた周りの人たちも神との契約者となることを望むことは全ての罪人の救いとなりまた益となるのです。しかしこの証しを伝えるためにはまずは私たちが聖女の儀式に表されていた神の契約の賜物である精霊を体験しなければならないのです。 それは決して罪を愛し、罪を犯しながら、神に祈り求めて得られるようなものではありません。もしそのような状態であるならば、まずは罪を愛していることを神に告白し、悔い改めるところからスタートする必要があります。テトス三章の初代教会のクリスチャンもそこから始めました。 そして、この自我との戦いは非常に苦戦を強いられるかもしれません。しかし、神の側から提供されている最も強力な助けとなる手段を活用するとき、私たちは罪に勝利する経験を得ることができるでしょう。道徳上の美典も 優れた知的素質も決して偶然の結果ではない。最も尊い賜物も活用しなければ何の価値もない。高尚な品性の形成は一生涯かかる仕事である。それは熱心でたゆまぬ努力の結果でなければならない。神は機会をお与えになる。 成功はその活用遺憾にかかっている。どうぞ皆さん、新型コロナウイルスの影響で多くの人が恐怖と不安に心がとらわれている時こそ、彼らに神の契約者として与えられた証を伝えたいと思います。それは、新しい人生観、新しい 神との出会いの機会を提供する貴重な働きになるでしょう。どうぞ皆さんの心に神の霊がご臨在してくださり、神の契約者、または証人として立ち続けることができますように、神に願い求めていきたいと思います。それでは、一言、 お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様。今回はテトス三章から聖女の儀式の一つ一つをまた学ぶことによって、あなた様の救いがどのように達成されていくのかを見ることができましたことを感謝いたします。あなた様の側から この無力な罪人に提供されております救いのための賜物は十分であります。しかし私たちはそれを十分な信仰を持って得ることができないそのような弱いものであることを自覚しております。どうぞこんな私たちを、死を憐れんでくださり信仰を強めてくださって あなた様の側から、恵みのうちに提供されておられる救いの賜物を、一人一人が得ることができますようにお導きお助けください。救いは誠にあなた様の側にあります。私たちは信仰を持ってそこに手を伸ばさないはなりません。どうぞこの経験にお一人お一人が預かり、 その証を世に伝える証人として、身胸を果たす力を、下部たちにお与えください。この祈りを感謝して、救い主、イエス・キリストのお名前を通して、見舞いにお捧げいたします。ああめ